まださ。だから監視するんだろう。高雪の袋を持って行け。着いたら中を開けて確認しろ。役に立つはずだ。わかった。とりあえず監視すりゃいいんだな。なんかあったときはどうする？その時はお前の判断に任せる。その方がやりやすいだろう、お前は。期待してるぜ、共同経営者。ああ、任された。じゃあ、行ってくる。単純なやつだね。帰ってきて、何分も事務所にいなかったな。うまくいくかな。わざわざここまでしたんだ。言ってくれんと骨折り損になる。うまくいってほしいね。まったくだ。ここプールだよな。おかしいな。もしかしてこのプールでなんか事件が起きてんのか。そりゃプールにも人は集まるし、昔からプールの幽霊とかよく聞く話だけど。おっさんもヒントぐらい言ってくれりゃいいのにな。これだから昭和生まれは。ここで合ってる？市民プール。ちょ、サヨタン、何してんだ。どうしてこちらに。こっちこそ聞きたい。サヤタン、どうしてここにいるんだ。コナエさんに頼まれて、このメモのところで気の流れを監視してほしいと言われたんです。おい、待て。もしかして。ちくしょう、あいつらはめやがったな。どうしたんです。何かあったのですか。ああ、そのなんだ、実は俺もここを監視しろって言われてきたんだ。そうだったのですか。ここは問題の要と認識されているようですね。そうとなれば急ぎましょう。その、俺も一緒に行くからちょっと待ってくれ。はい、わかりました。サヨタン遅いな。まさか水着の着方がわからないとかそういうわけじゃねえよな。
余計な気回しすぎだよ。まあこうなったら遊べるだけ遊ぶか。お待たせしました。すみません、意外と着るのに手間取って。いや、まあそこまで待ってねえから大丈夫。どうしました？いや、あ、なんだ、そう、サヨタも水着着るんだな。ええ、フミコさんの家の温水プールに入る際に多少覚えました。でも西洋の生地は苦手なのです。締め付けが強いですし、布地も少なくて。じゃあよし、とりあえず周りに溶け込めって話だから泳ごうぜ。そうですね。しかし泳いでいるとどうしても監視そのものは甘くなってしまいます。光太郎さんだけ泳いで、私は監視に専念した方が良いのでは。ま、ほどほどな。気張りすぎると周りから浮いちゃうぞ。ですが、隠形して周囲から身を隠してはどうでしょう。そうすればその心配もありません。やめとけ、多分意味ないから。なぜですか？それはだな。おい、危ねえぞ。どうしまし、大丈夫か？払うことはないじゃありませんか。ありあり、あんま見事だったからつい。あなたという人は本当あり。もう笑わねえから、ほら捕まれよ。あ、はい。どうしたんだ？何でもありません。サヨタン、本当にどうしたんだ？どっか痛いのか？いえ、そういうわけではないんです。立てそうか、セヨタン。引っ張るぞ。はい。ほんと、どうしたんだ、セヨタン。いえ、何でもありません。何でも。まあ、怪我がなくてよかった。あっちから回ろうぜ。先輩！今、何か聞こえませんでしたか？いや、俺は何も聞こえないけどな。でも、
あの方が手を振ってますよ。お、レイじゃねえか。お久しぶりです、先輩。お前もプールに来てたのか。奇遇。つうか、なんでお前プールで学生服のままなんだ。泳ぎに来たんじゃなくて仕事なんです。学園祭の件で相談があって、ここで働いている OB の人に用事があったんです。で、さっき終わりました。なあ、そっか、そういうことなわけだ。はい。紹介遅れちまったけれど、こいつは学校の後輩で、カナン・レイだ。カナン・レイです。よろしくお願いします。コウタロウさんの後輩なのですか。結城さやと申します。こちらこそよろしくお願いいたします。さよたんはいろいろあってな。俺が今やってる仕事で何かと助けてくれてるんだ。うわ、すごいや。探偵さんのお手伝いなんかできるんですか。ええ、習い覚えたことが少々ありますから、それを生かしているまでです。羨ましい。先輩、僕にも何かお手伝いさせてくださいよ。バカ、お前みたいに突っ走ることしかできないやつに手伝いなんか危なくてさせられねえよ。いや、僕だって一生懸命先輩みたいになろうって努力してるんですよ。最近はプチ太郎ってみんなから呼んでもらえるくらいになりました。プチ太郎？はい、プチコウ太郎の略で、先輩そっくりだってこう言われてます。俺とお前を一緒にするなよ。俺はお前ほど無鉄砲じゃないぞ。コフ先輩は目標にしてるのに。俺なんか目標にすんな。だいたい細っこいお前が俺の真似なんかしたら危ないだろ。大丈夫です先輩、ちゃんと毎日牛乳飲んで鍛えてますから。楽しい方ですね、レイさんは。さよさんみたいな綺麗な人にそう言われるととっても嬉しいな。それにしても先輩、水臭いですよ。こんな可愛らしい彼女さんができたのに全然何も言ってくれないんですから。あの、その、彼女だなんて、私…おい、レイ…こんなにお似合いなんですから、隠さなくてもいいですよ、さよさん。ねえ、先輩。バカ言ってんじゃねえよ。そんな、こんなにお似合いなのに。俺たちは全然そんなんじゃねえって。なあ、サルタン。サヨタン？知りません。ほら、そういうところもお似合いですよ。
そうだ、ちょうどいいや。あったあった。はい、これ先輩。レイ、なんだこれ。学園祭のチケットです。学園祭？お祭りですか？はい、今年もみんなですっごい頑張ってますよ。ぜひ先輩たちも来てください。学園祭か。そういや、最近学校にも顔出してないな。そうですよ、先輩が来てくれないから僕寂しかったんですから。もちろんみんなも先輩に会いたがってますよ。だから来てくれると嬉しいです。わかった、そう言われちゃ断れねえや。俺も久しぶりにみんなに会いたいし。やったー。あれ、なんだろう。どうした、レイ。先輩、なんか休養できちゃったみたいです。せっかく会えたんだし、先輩と遊びたかったのに。休養じゃ仕方ないだろ、また今度遊んでやるから。お仕事とか手伝ってもいいですか？それは遊びじゃねえ、ダメに決まってる。危ねえって言ってるだろ。わかりました。じゃあ今度一緒に遊びましょうね。約束ですよ。それじゃあ僕行きます。学園祭も忘れずに来てくださいよ。学園祭？いえ、学園での祭事など私は聞いたこともありません。ということは学園ではない。他の漢字、学園祭、学園？いえ、学園？それとも果たしてどのような祭りなのでしょう。ニブヤの伝承にもそのような祭りはなかったはず。さて、じゃあ俺たちも行きますか。夏至は過ぎたから、鎮魂祭や収穫祭はもっと先ですし、汚れ落としの祭りは終わったばかり。さゆたん？おーい、どうした？ですが、そのような祭事にどうしてレイさんが参加するのでしょう。そして、私たちを招いた真意は。おい！どうしたん、さよたん。いえ、何でもありません。少し考え事をしていました。そっか、じゃ、とりあえずあっちから回ろうぜ。はい、参りましょう。いずれにせよ、祀る神が違うだけで祭事であることには間違いなさそうですね。となれば、日の家具土の巫女たる私が正体のわからぬ神に霊なく近づくことは避けた方が良いでしょう。結局、特に何もありませんでしたね。